ルーク・アンソニー・ホッチェバーは、アメリカ合衆国コロラド州デンバー出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。発音指示によると、ホーチェイバーと読むのがより近い。2002年の MLB ドラフト39巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されたが、契約せずに、テネシー大学へ進学。2005年に15勝3敗、防御率2.26を記録し、 サウスイースタンカンファレンス最優秀投手やロジャー・クレメンス賞を受賞。同年行われた MLB ドラフトでドジャースから一巡目で再び指名され、ドジャースは298万ドルの契約金を提示したが、契約せずに独立リーグアメリカンアソシエーションのフォートワースキャッツへ入団。2006年の MLB ドラフトで一巡目全体一位で、 カンザスシティロイヤルズから指名され入団。同年、A 級バーリントンビーズで4試合に登板。2007年は、ロイヤルズの最優秀マイナー選手に選出され、9月8日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。シーズン最終戦となった9月30日のクリーブランドインディアンス戦ではメジャー初先発。2008年は開幕をトリプル A 級オマハロイヤルズで迎え、 3試合に登板した後メジャーへ昇格。4月20日にシーズン初登板を果たし、次の26日の試合で初勝利を挙げた。メジャーで先発ローテーションを守り続けたが、8月19日のクリーブランドインディアンス戦でラら骨を痛め、故障者リスト入りでシーズンを終えた。2011年には開幕投手を務め、 規定投球回に到達する198イニングを投げ、11勝11敗、防御率4.68を記録した。2012年も規定投球回に到達する185イニングを投げたが、8勝16敗、防御率5.73と不安定だった。2011年5月25日2013年からは、リリーフに転向し、 この年は58試合に登板して5勝2敗にセーブ、9ホールド、防御率1.9282奪三振の好成績を記録。2014年1月17日に、ロイヤルズと520万ドル出来高の1年契約に合意した。しかしスプリングトレーニング中の3月3日に行われたシカゴホワイトソックス戦で右肘を痛め、8日に、 トミー・ジョン手術を行うことを発表した。3月29日に15日間の故障者リスト入りし、6月2日に60日間の故障者リストへ移動した。この年は手術の影響でシーズンを全休した。オフの10月30日に FA となったが、12月4日にロイヤルズと総額1000万ドルの2年契約で再契約した。2015年5月7日のインディアンス戦で、 二シーズンぶりにメジャーの舞台に復帰した。この年はリリーフ専業で49試合に登板し、一勝一敗、一セーブ6ホールド、防御率3.73を記録した。手術前ほどの成績ではなかったものの、一定の出場機会を得た。ポストシーズン初登板を果たし、9試合に登板し、全試合で無失点と活躍した。特に、 リーグ優勝決定シリーズ第2戦では1、アウトマイン類の場面で登板して、無失点に抑えたり、ワールドシリーズでは、第3戦から3連投し、第5戦で、延長10回から2イニングを投げるなど、チーム30年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献した。2016年は、40試合に、リリーフ登板にし、2勝3敗14ホールド、防御率3.86。 37.1イニングで40奪三振という前年とほぼ同水準の成績を残した。球団から契約オプションが行使されずオフに FA となった。2018年8月13日現役引退を表明した。ありがとうございます。